あと200マイルももうないかな。それでアラスカとカナダの国境に差し掛かります。昨日かな、ちょっとまあ無理はしてないんだけど、600キロぐらい走って、で夜の11時ぐらいかにここに着いて、まあ、国境っていうのは基本的に人間が作ったもんなんだけど、それでもやっぱりね、アラスカっていうところからカナダっていうところに、まあ、そう呼ばれるところに移動するっていうのはね、やっぱり込み上げるものもあります。ただね、去り際に うじうじするのもね、情けないから。キーナイから出るときにまた来るって言ったのは嘘じゃないし、そのためにこれから努力していこうと俺は思ってるし、やっていこうと決めてるし、日本に帰るまではもう泣きたくないね。まさかね、日本に帰るまでにこういう喋る機会を俺が作るとは思ってなかったけど、やっぱりちょっとや休んでみて、頭もちょっとすっきりしてというか落ち着いて、そうするとね、やっぱいろいろ考えることが、あんのよ。本当に。まあ出てくる時の野望は、まあアラスカでキングつって、まあその他サーモンをちょろちょろつって、で3ヶ月じゃないんだ、90日経ったら。カナダでスチールヘッドを釣ってっていうような、そういうね、計画だったのよ。まあカナダのスチールヘッドに関してはまあ残念ながら俺のね、俺のまあ俺にはできなかったけど、正直川を見ようが何をしようが俺の気力がもう続かないんで、帰るから気力が持ってるっていうだけで、こっからさらに釣りってなるとちょっと今の俺には不可能な
限界を超えちゃうことなんで、それは諦めてます。でもまあ仕事を辞めてさ、俺は実家暮らしの人間なんだけど、まあ、そういうまあ一般的に余ったれた独身貴族っていうほどかっこよくねえよな、まあ、ニートで。そんなね、ニートみたいなというか、ニートがさ、まあ精一杯でもねえけど貯めた100万円100万だぜ、たった100万円でさ、生まれて初めての海外旅行をさ、一人でアラスカで、ここまでできんだよね、今は、今の時代は。でさらにこうやって動画としてメッセージを出力する側に立てるんだよね。それはもちろん宣伝とか、まあ、テレビの影響力っていうのはもちろん強いと思ってるから、そういったものに勝てる勝てないって言ったらそれは勝てないけど、ただ今までただただもらうだけの情報を受けるだけだった側から、情報を送る側になるっていうことを経験することによって、一人の人間に何か変化がないわけがないんだよね。ブログとか文章とか写真とか、それでもまあ伝わるよ。文章っていうのはあれはプロフェッショナルが扱ってもおそらく伝わらないものだと思う。その点ね、動画っていうのは俺は結構伝わるんじゃねえかなと思ってんだ。だってテレビに出てる連中が素人だよ。あんな素人芸で笑ったり泣いたり怒ったり涙したり、YouTube で検索してみるといい。上岡龍太郎さん、あの人がね、10年以上前かバブルの頃にね、テレビ批評をしてんのよ。でテレビは今過去の芸と何が違うかっていう話なんだけど、素人芸が一番面白いって言うんだよ。ものすごく共感したんだけど、素人芸が一番面白いんだよ、テレビは。お笑い見ればわかるでしょ。
どう見てもプロが努力して何年も考え計算してやってるものではないよね。まあその場その場で思いついた面白そうなことを素人っぽくテレビでやる、それが今のお笑いだよね。別に批判じゃなくて、それはまあお笑いのカテゴリーとしてさ。ただテレビにもね結構面白いもんでね、ドキュメンタリーっていうカテゴリーもあんで、まあ俺がやってきた2ヶ月と少しこのアラスカの旅も結構ドキュメンタリーなんじゃねえの？わかんねえけどさ。細かく言う必要は、まあ俺の性格だからちょっと細かくなっちゃうかもしれないんだけど、細かく言う必要はないけど、ここに来て空気を吸って風を感じて大地を踏みしめて、でその川にいる様々な野生と出会えば、残らないものがないわけがないよね。ここはねもう機内からずっと離れた場所だけど、それでもね雄大で、機内と少し違うけど変わんないアラスカ。もうすぐ国境。帰るのが惜しい気持ちも俺にはあるけど、また期待じゃなくて、そういう希望とか夢とか願いとかじゃなくて、また来るためのその宣言なんだろうね。そのために俺はちょっとこの動画を回した。アラスカを裏切らないためにまた会うために、終了。というわけで、なんかね横にも川が流れてるみたいなんだよな。ちょっと行ってみましょうか。ここは普通にまあキャンプグラウンドだよ。でなんかね沢がほら流れてたよ。流れてるよ。あー綺麗な水だね。大先生いねえべな。ここで出会ったら俺死ぬぞ本当に。
とここの水でも飲もうか。喉乾いちったしさ。ほら、綺麗な水。結構ね、濁ってるところが多いんだけど。うわ、冷てぇ。よし、これがアラスカでの水に触れる最後だ。あの、生水とか川水は飲むのはバカだ、バカなんかもしんないけど、飲みてえと思ったら飲んだ方がいいと思うぜ、俺は。それは別に俺の趣味なんで、それは何をどうこうする気はねえけど、まあ腹の中に入れねえと上がんねえことあると思うよ、俺は。と言ったぐらいです。クエスト君が本当に会長、めちゃめちゃ元気だよ。よし、以上。これからアラスカ国境を抜けてカナダに入ります。